で、この「ありがとう」っていう言葉なんですけれど、ある国語の先生から教わった本がありまして、「五現代辞典」っていう東京堂出版っていうところが出してるんですけども、2800円の高い本です。薄い割には結構高いんですよ。で、その「五現代辞典」っていうのがとてもその日本語の意味を面白く解説しているのでっていうのをある国語の先生から聞きましたので、でその「五現代辞典」の本を手元にしてからですね、最初に開いたその語源の項目というのは何かというと、ここのところの「ありがとう」というやつですね。そうならなくていいけど何々してくださってありがとうという言葉ですね。で、「ありがとう」という言葉を引いてみたわけです。そしたら、「ありがとう」というのは、これすごいことが書いてあったんですけど、「ありがとう」という言葉は、めったにないこと、ありがた。ありがたいっていうのはめったにないという意味というふうに私は取ってたんですが、実はそうではなくて、めったにないことではなくて、ありえないこと。自然現象としてありえないことが起きた時に使う言葉なんだそうです。神仏に対して、そのなせる技に対して称賛する言葉として使われたものだそうです。ありえないことが起きた時に神仏を褒めたたえ称賛する言葉として使われた。人間に対して使われるようになったのは室町時代以降のことと書いてありました。これは驚きました。ありがとう、ありがたい、ありがたしという言葉は実は神仏を褒めたたえる言葉であって、人間に対して使われた言葉ではないんだそうです。で、私たちが目の前の人においしいコーヒーを入れてもらった時に、「このコーヒーおいしいからありがとう、おいしいコーヒーを入れてくれて」って言った時に、そのコーヒーを入れてくれた人に対して「ありがとう」って言いますね。ところが、私たちがその誤解をしながら使っている「ありがとう」、人に対して使うものじゃなかったのに人に対して使っている「ありがとう」は、口にした瞬間にその「ありがとう」の言葉を神が聞いているということです。神に届く言葉だから。だから私たちは人間に対してありがとういくら言ってもいいんだけれども、使っちゃいけないのではなくて、いくら使ってもいいけど、神は人に対して使っている言葉だとは思わないで、自分のとこに来る言葉だとどうも思っているらしい。ポイントカードを持ってるらしいです、この人は。で、私が何気なく目の前のことや人に対してありがとうと言うと、その結果として、小林小林こう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 とか、まあ鳥年かもしれませんね、もう神様はこう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 、あ、小林小林っていうのがあって、それで小林正観っていうのを一生懸命こう割り出してですね、ここの、係数形をこう引っ張り出してですね、小林正観が「ありがとうありがとう」10回言うとですね、カチ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 って10回というふうにどうも叩くみたいですね。で、心がこもってるかどうかはあんまり関係がないみたいですね。ありがとうは数みたいですよ、どうも。はい。で、このことが分かったその直後に、水からの伝言という2800円のやっぱり高い本がありまして、水に対していろんな言葉だとか条件付けをしたらこんな結晶になりましたっていうのを載せてる本があるんです。江本勝さんっていう方がお作りになった。それで、その本は、持ってる人もいるかもしれませんけど、「ありがとう」って言った時と「サンキュー」と言った時と結晶が違うという写真が載っています。92ページと93ページです。もう何十回も言ってるので覚えてしまいました。で、左側に92ページで、右側が93ページです。当たり前ですけどね。で、左側に「ありがとう」を言った時の結晶写真が載っていて、その「ありがとう」の結晶写真というのはどういうものかというと、こんなふうな結晶写真が載っています。これが日本語の「ありがとう」を言った時にこういう結晶になるわけですね。で、「サンキュー」と言った時の結晶写真が赤っぽくて、ちょっと赤っていうのは怒りとかイライラの色なんですけども、ちょっと違う色になっている。これは美しいですけどね、わりかし。なぜ「
ありがとうとサンキューでこんなに色や形が違うのが分かんなかったので、一応ありがとうとサンキューは写真は載せたけども、それに対しての解説は一行も書いてないんですって。で、江本さんも分かんなかったし、その周りの編集スタッフも分かんなかったので、とりあえず書いてないと。小林誠観が世界で初めてその違いに気がついた人ですね。こんなとこで自慢してもしょうがないんですけど。どういうことに気がついたかというと、いいですか、ありがとうという言葉は人間に対して使ってもいいんですけど、神仏を称賛する言葉なんですよ。で、サンキューってね、I thank you が略されたもので、私はあなたに感謝するんです。わかりますか。民主主義の国であるアメリカというのは、目の前の人がやってくれた時にその人に対してサンキューなんですよ。あなたに対して感謝している。でも神に感謝しているわけではない。日本の言葉ありがとうは、ありがとうって目の前の人に言った時に、この人に対して感謝をしている言葉なんです。で、実際に私たちは今勘違いをして人に対してありがとうを言っているけれども、それが勘違いかどうかはこの人には関係がなく、ありがとうという言葉が届いた時に自分に向かって言われた言葉だとカウントをするらしい。で、ありがとうと言った言葉とサンキューと言った言葉では水の結晶の仕方が違うんです。で、それがそういうことなんだということが分かった。で、ありがとうは心を込めなくていいから、ありがとうをたくさん言った方がどうもいいみたいです。皆さんにお教えしておきます。これも宇宙の方程式です。ありがとうは心を込めなくていいんですけれど、ありがとうを言っていると2万5000回で次の知らない世界に行きます。涙がどっと出てきて 2,3 時間泣いてますね。涙が止まらない。とにかくその2万5000回に到達した途端に込み上げてきて、どうもですね、2万5000回で第一ステージ、違う世界が来るらしいということが分かりました。で、さらにその2万5000回過ぎてから、ただひたすらありがとうを言おうとすると、2万5000回までは心を込めてなくてもいいんですけど、2万5000回を過ぎて涙がどっと出た後は、ありがとうを一言言おうとすると、本当に心の底からありがとうが出てくるらしい。その心の底からのありがとうを2万5000回繰り返すと、合計5万回ですね、5万回ぐらいになると第二ステージが来るんです。で、さらにありがとうを言い続けると10万回で第3ステージ、50万回で第4ステージ、100万回で第5ステージ、1000万回で第6ステージがあって、1億回を超えると第7ステージに入ります。そこまで分かりました。ありがとうは心を込めなくてもいいんです。回数なんだっていうことを覚えておいてください。これが一応小林誠観が把握した宇宙論のかなり大きなとこです。いいですか？皆さんはいろんな先生の、いろんな偉い先生の話を聞いてきて、多分ね、ありがとうを言えるような人柄になりなさいとか多分言われてきた。心の底から感謝ができるような人になりなさいと言われてきた。で、それはとってもいいことで、間違った提案ではないんですけど、小林誠観が把握した宇宙論というのは、その先生方とちょっと違っているんです。ちょっと違っている。微妙に違っている。何が違うかというと、本当に心を込める必要がないんです。心に本当に思いと感謝を込めなくてもいいみたいなんだ。ありがとうはただ口先だけでも構わないから、ただひたすら回数を重ねていくとどうも減少化していくらしいということが分かった。だから心を込めてから本当にありがとうが言える人になりなさいと言われたら、多分皆さん難しいんです。で、難しいっていうのは多分できないということを申し上げておきます。なぜならば、心の底からありとあらゆることにいきなりですよ、いきなり感謝ができる人というのはもう神様の領域だから、神様の領域にいる人は人間の肉体を持って生まれることはないんです。人間の肉体を持って生まれたということは神じゃないってことですから、神じゃない人は心の底から感謝の心を示すなんてことはできないんです、当初はです。で、ただ損得感情でいいから、
小林から損得感情でいいと言われたので自分も損得感情だと思ってただひたすらありがとうありがとうありがとうを言い続けると神様はカウントをずっとしていくらしいということです。それで2万5000回ぐらいを超えたあたりで本当に心の底から感謝の念が湧いてくるみたいです。で皆さんこれからね2万5000回まで到達するのは結構面白いんですけど2万5000回に到達したのに涙が湧いてこないですっていう人が去年10人ほど現れました。私の前に12ヶ月の間に10人ぐらい1ヶ月に1人ぐらいの割合でそういうふうに質問してきた人がいる。2万5000回までちゃんと数えていったんですけど全然涙が湧いてこないんですよってどうしてでしょう。でその人に10人に私は全員同じ質問をしました。もしかして2万5000回に到達する前に不平不満口泣き言悪口文句言いませんでしたかって言いましたら10人が10人とも全員同じ答えでした。言ってきました、言いまくってきました。でありがとうが2万5000回に到達する前に例えば2万3500回ぐらいの時に不平不満口泣き言悪口文句を口にした瞬間にこの辺でチーンって音がするみたいですね。とりあえず2万5000に到達するまでは不平不満口泣き言悪口文句を言わない方がいいみたいです。で不平不満口泣き言悪口文句を言ってるつもりはないんですけどっていう人が2人ほどいまして、その人にまた同じ質問しました。こういうふうに、もしかして天気の悪口を言ってませんでしたか。天気の悪口、なんで今日こんなに暑いの。いやーまた今日も寒いとかジメジメしてもう嫌になっちゃうとかですね、そういう天気の悪口を皆さん何気なく口にしています。それも不平不満口泣き言悪口文句の一つで、天気の悪口を自分の口から発しないことの訓練をまずした方がいいです。そこからです、感想を言わない、いち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 天気の感想を言わない、でいち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 天候について、天気について感想を言わないということは重要なポイントで、で例えばこの部屋は寒いから暖房をつけてくださいというのはいい、それはコミュニケーションだから自分の意思を伝えてるんだからそれはいい。だけど玄関を出た瞬間に空見上げてあちゃ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 っていうのは単なる愚痴なんです。神様に対して呪い言葉をぶつけてるわけです。でそこのところは重要なポイントなので、自分の口から発せられる言葉というのをチェックしていった方がいい。で全て自分の口から出てくる言葉が嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとうという、そういう言葉にしていくと体自身がどんどん反応していくらしいということですね。でありがとうはただひたすら数を言っていけばよい。で私は今18万回ぐらいなんですけど、2万5000回と5万回と10万回と50万回と100万回と1000万回と1億回でステージが違ってきて、1億回を超えると生活の心配がなくなって経済的な心配もなくなってという話をしましたが、小林正観はわずか18万回しか言ってないのに100万回レベルのことが起きるということが分かってきた。10万回超えて10万回を超えたレベルの現象が起きてくるんだったら分かりますが、18万回しか言ってないのになぜ100万回以上言った人と同じようなレベルの現象が起きるのかが分かんなかった。で100万回の人、100万回を超えた人っていうのは私の目の前に現れてなかったから、去年の夏以降初めて分かり始めたわけです。100万回を言った人はこういう現象が起こるらしいということが分かってきたんですけど、それで言うと私は18万回しか言ってないにもかかわらず100万回を超える現象に見舞われている、次から次へと。でなんでかっていうのをあるところで喋ってました。分かんないんですよねって言ったら、ある男性がですねトコトコトコって終わってから来まして、小林さんがさっきそういう話をした時に私の右脳の上の方で何者かがこんな話をしたんです。で具体的な話で言うと1回目と2回目は聞き取れなかったそうで、3回目に話された時にあ、もしかしてこれ日本語なんじゃないかなと思ったら4回目に聞き取れたそうです。かなり具体的なのでこれは面白い話です。でそういうことがしょっちゅうあるんですかって言ったら、生まれて初めての経験だそうです。
右脳の何者か2、30センチ上の人が何か話しかけてきたんだそうで、でこの話を小林に伝えろって言ったそうです。ですごく怪しい話なんですけどいいですかしてもって言うから、あ、じゃあ ぜひしてください。確かに怪しいんですけど、そういう人は私の周りに多いので、私の講演会に来る人で初めてそういう経験をする人が、でどんなことを言ったんですか、右脳がね、あ、右脳のその、 あの上にいた人がこの人に教えた内容というのはこういうことです。ありがとうの数というのは自分が言った数に加えて自分が言われたありがとうの数も加算されるんだって、それを小林に伝えろって言われたそうです。だから今伝えに来ました。それは面白い。私はその時点で10万回ぐらいだったんですけど、その日夜帰って電卓を一生懸命打って計算をしましたら、私はこの講演会ずっと今何年間かやってきてるんですけど、その間に言われたありがとうの数が約90万回ですよ。で私自身の声帯を震わして言ったありがとうが10万をちょっと超えたぐらいでしたから、合計でちょうど100万を超えたぐらい、そっからちょうど減少が起き始めてるわけです。じゃあ皆さん、自分がありがとうを自分の家族に言ってるのもいいけど、それが分かり合った家族同士ありがとうを言い合ったらどうです。お茶を入れた妻、それに対してありがとうと言った夫、それに対して妻がこう言う、ね、ありがとう言ってくれてありがとうと言ってくれてありがとう